森の姫。昔、ある国にお姫様が生まれ、誕生祝いのパーティーに魔女たちが招待されました。魔女たちは招待されたお礼にお姫様に幸せの魔法をかけます。一人目の魔女はお姫様が世界一美しくなるようにと、二人目は優しい天使の心を持つように、三人目は気高くしとやかになるように、四人目はダンスを上手に踊れるように、五人目は美しい声で歌えるように、6人目はどんな楽器でも上手に弾けるようにと。その時、年取った魔女が遅れてやってきました。ところがこの魔女には席を用意してありませんでした。魔女はカンカンに怒り、よくも恥をかかせたな。見ているがいい。姫はそのうちに糸紡ぎの針に指を刺されて死ぬだろうよ。と呪いの魔法をかけて帰っていきました。その時、優しい魔女が言いました。ご安心ください。お姫様はお亡くなりにはなりません。糸紡ぎの針に指を刺されても100年の間眠り続けるだけです。そして100年が過ぎれば立派な王子様が現れて魔法を解いてくれます。王様とお妃様はいくらかほっとしました。王様は早速国中に命令して糸車を集めさせ燃やしてしまいました。お姫様はすくすく育ち15歳になりました。ある日、お姫様が小鳥のさえずりを聞いていると、カラコロトンと不思議な音が聞こえてきます。その音に誘われるようにお城にそびえる高い塔に登っていきました。一番上の部屋を覗くと、おばあさんが糸を紡いでいたので、おばあさん、こんにちはとお姫様は挨拶しました。腕が痛くて糸を紡げない。娘さん、代わりに紡いでくださらんか。優しいお姫様は承知して糸車に手を伸ばしました。するとチクッと針が指に刺さりました。あ、痛い。お姫様はばったり倒れました。わしの呪いの魔法から逃れることはできないのじゃ。おばあさんはあの年取った魔女でした。倒れたお姫様はこんこんと眠り続けます。なんということじゃ。呪いの魔法で100年の眠りについてしまった。王様とお妃様は悲しみました。そこへ
優しい魔女が訪ねてきました。100年経ってお姫様が目を覚ました時、他の人が死んでしまって一人ぼっちになってはかわいそうです。お姫様のために皆さんにも魔法をかけてあげましょう。と言って魔女は杖を振りました。すると七色の光がひらめき、お城の人たちはみんな、兵隊や召使いや馬や犬まで、その場で百年の眠りについてしまいました。そして百年の長い年月が過ぎて、お城は木や茨ですっかり覆われてしまいました。ある日、隣の国の王子様がこのお城のそばを通り、荒れ果てた様子を見て不思議に思いました。王子様が村人に、あのお城はどうして茨に覆われているのですか？と尋ねると、村人は恐ろしそうに言いました。あのお城には世界一美しいお姫様が100年も眠っていて、恐ろしいドラゴンが見張っているのです。よし、僕がドラゴンを倒してお姫様を助けてあげよう。王子様は剣を抜くと、立ちふさがる茨を切りながらお城に向かいます。やがてドラゴンが現れ、ゴー、王子め、姫を救いに来たな。逆にお前をやっつけてやると王子様に襲いかかります。王子様はドラゴンに剣を突き刺しました。ドラゴンは悲鳴を上げて倒れると、みるみるうちにあの年取った魔女の姿に変わり、やがて灰になり、風に飛ばされて姿を消しました。王子様がお城に入っていくと、中ではみんなぐうぐう眠っています。王子様が一番奥の部屋まで行くと、そこには美しいお姫様が眠っていました。王子様がまぶたにキスをすると、お姫様は百年の眠りから目覚めました。王子様、助けてくださってありがとうございました。お礼を言うお姫様に、王子様は結婚を申し込みました。その時、お城中の人たちが目を覚まし、王子様とお姫様の結婚を祝福しました。